スが出てくんみてえだぞ。オラワクワクすんな。よし、オラ頑張っちゃうもんね。ドラゴンボールを奪ったブルー将軍を追って悟空はペンギン村に着く。そこで一人の不思議な少女と出会う。そこへ現れたブルー将軍は少女を人質に取ろうとするが、また会ったわね。もうこっちのものだわ。あなたには死んでもらわなきゃね。あの人と激しくプロレスごっこしてあげなさい。はーい、うん、はーい。この中にはまだ
ているな。ほら、もっと強くなんねえと。強くなぞ。あう。うわあ、あいつ元気だな。ほら、わかったんだ。あいつが昔のオラだって。おもや、オラもいろんなやつと戦ったな。でも、ほら、あの頃から何も変わってねえみてえだ。強えやつと戦いてえって気持ちやな。それにしてもおめえもすげえな。ここまで来ちゃうなんてよ。いろんな戦いがあったけど、ここでおしめえみてえだ。いつかまた一緒に戦おうぜ。じゃ、またな。悟空がいたから楽しかった。みんな悟空が好きだった。ありがとう悟空。ただ強くなりたい、その純粋な気持ちが幾度となく世界を救ったのだ。